はい。皆さん、こんにちは。今日は、ラウドネスの話について、深掘りをしてみたいと思います。春頃から、僕の方では、AI Music Creators Japan という、素の AI やユーディオで作る音楽ですね。それを、もっともっとみんなに紹介していこうと。僕の約1万人超えの YouTube チャンネルで、なかなか YouTube にアップしても、 伸びないということで悩んでいるような方のお手伝いをしようということで YouTube の戦略であったりとか音楽の作り方そういうものを勉強するような会をやっていますそんな中でとってもセンスよく上手に作ってくれるということもありまた動画制作なんかにおいては僕たちプロがやる動画以上の 素晴らしい動画を作るようになっている人がたくさん出てきました。それで皆さん頑張っていきましょうという感じでやっていたんですけれども最近になって無料のプラグインがいいのがあってちょっと迫力を出せたりというようなことができるセンチュリーチューブチャンネルストリップユニバーサルオーディオさんが無料で9月15日までプレゼントしてくれるということで 皆さんも3万円ものものを無料でもらえるということで一生懸命勉強してくれたり仕掛けたんですそうしますとですね今まではあまり気づかなかったことなんですがいわゆるラウドネスノーマライデーション YouTube であったら -14LUFS 前後この大きさ音圧で動画を作っていきましょうという 一つのガイドラインがあるわけですけれどもその AI で音楽を作ったりして何もいじらなかったりしたらちょっとですね音圧がが低めに仕上がってくるんですですからそれらのやり方とかを勉強していく中でですねなかなかそのマイナス 14LUFS に合わせられないまあそらそうですよねポチポチポチッと。 ガチャを回してですね音楽ができてああいい音楽できた動画を作ろうただそれだけなわけですから今まではサウンドの知識なんていうのは全く考えないで音の大きい小さいなんかもまあ普通に聞こえたらいいやみたいな感覚で皆さんやってるわけです DTM を基礎から勉強したりしている人ではないということもありましていや もし DTM を勉強していたとしてもなかなかマスターリングをバッチリできる人というのは現実は少ないですでもこのラウドネスを合わすということは交通規則で言えばここは60キロ以上スピードを出してはいけませんよというのと一緒でですねこの約束は守らないと交通違反のようなものになるわけですもちろん スピードが遅めだったら確かに交通違反にはならないですけれどもでも極端に遅すぎたりするとですね特に高速道路なんかでは運転妨害のような形になってしまってこれもまたダメなわけですですからちょっと小さめというのはいいにしてもですねこのマイナス 14LUFS を大きく超えたらですね いわゆる取り締まりに合うのと同じように NG なんですこれがなかなかうまくいかないそしてちょっとこれから実践的なお話をしますが僕たち音楽を作るプロというのは必ずラウドネスは確認をします CD を作る時は先ほどの1 4これ全然また違うんですね CD を作る時っていうのは −10LUFS ぐらいに 収めることもありますしハードロックだったりしたらもう少し上げてマイナス8ぐらいを狙うというような音圧バリバリリというのもあるわけですでも YouTube でそんなことをしたら YouTube ノーマライデーションの規定により勝手に YouTube が 音圧を調整してしまったりしてしまうので自分の思っていた音楽の仕上がりと違う形でアップロードがなされるそういうことがあるのでこのガイドラインは守っていきましょうそういう話ですそして僕らはここにある無料の URLOUDNESS m e t r こういうのも 使ったりします。これはとってもよくできていましてこういうプラグインを使える DAW やもしくは動画編集ソフトでも VST プラグインを使えるものというのはあるわけですそういうソフトだったらこれを入れれます例えばこれもう一度測ってみます今リセットしましたそしてここで測ります はい今約12.5ちょっと高めですけれどもこういうふうにして測っていやもうちょっと抑えようとかいうふうにするわけです。プロ用としましては有料ではありますけれどもメイトリック AB という ADPTR さんのこのメータリングソフトがとっても優秀で使われたりしています。 まあ今日のところはこれの機能を説明するんじゃなくてちょっとラウドネスだけ測ってみましょう,いうはいこのように測れるわけですもちろんこれはですね今さっきの12とかぐらいと この14というのが数字が違うように思いますが、それはなぜでしょう測る場所が違うからですね。ですから、測るときというのは、例えば、こっからこことかいうふうに、今、ループを作りましたが、このように音楽の少し大きめのところで測るか、もしくは最初から最後まで測って平均値、 いわゆるインテテグレーティッドというのをを数値を出すすわけです小さいところも大きいところも平均をとって見るというふうにするわけですけれどもまあ先ほども言いましたように今示してますように約14ぐらいになっていますから今作ってる音楽はまずまずガイドに合ってるということですでも皆さんプラグインを使えない人というのもいるんですね DAW のソフトを使っていなかったり、動画制作ソフトでもですね、例えばブリューというのを使ってやっている人は測ることができないんです。そこでこんなソフトが有名です。Expose2 というソフト。でもこれも無料ではないんです。これは MP3 もしくは WAV ファイルをこのソフトにドラッグします。もう一度やってみましょう。これバッテンで消します。 そうしまして、MP3 をこのようにドラッグドロップすると、しばらくして一曲分を全部分析します。はい。そうしまして、いいところは薄ブルー。これになっているところが合格のところで、赤は何がしかのエラーがあるんです。ただし、エラーといってもですね、二つ目のところが赤くなってますよね。これはピークメーターです。 いわゆる0.47という風になっているから、0より小さいから、音割れとかはしていないんです。でも、安全牌としまして、これはマイナス1ぐらいにしようよという風に、今、マスタリング YouTube という風なプリセットをしていますから、こういう風になるわけです。もちろんこれが変わったら、マスタリングの CD という風になったら先ほどと変わったりしますもう一度元に戻します赤がついたから絶対ダメだと言うんじゃなくてその見方というのも勉強をしていかないといけないわけですでも今日はまだこのエクスポーズの話でもありません今日は無料のエクスポーズみたいな ソフトをですね、その AI とかで YouTube 動画を作りたい人にはもっともっと無料で便利なソフトをご紹介します。それはこの Ovan という会社のソフトで無料です。ここに Windows というのが一番初めにあって、ちょっと古い Windows XP で使うんだったらこれですよ。で、Mac ではこれですよと3つの 赤いダウンローダーがあります。で、この下には、まあマニュアルが英語ですけれどもありますので、また翻訳して読んだり、チャット GPT で翻訳するということもできますけれども、マニュアルは読めばいいんですけれども、今日僕の動画を見てくれたら、そんなマニュアル読むほど難しくありません。何せ今日はラウドネスを冒頭で言いましたように、交通違反にならないように、 赤切符切られないようにですね、やるというのだけが一つのテーマですので、今日はその勉強だけに特化しましょう。Windows 版をダウンロードして、インストールはもう至って簡単、どん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 進めていけばいいわけです。そうしましたら、デスクトップにオーバンラウドネスというこのアイコンですね。このアイコンができるので起動してみます。はい。こんなようなソフトです。 やることは2つだけあります。セッティングというところで、どのオーディオインターフェースを使うかということだけセットする必要があります。2つ目のオーディオというこのタブを開きます。ステレオ2チャンネルとなっていますが、ここでオーディオデバイスを選択します。この時に、特に Windows の人は気をつけてほしいんですけれども、 DAW とかを使ってる人は Azio ドライバーを使ったりしますけれどもこれはですね普通に YouTube とかブラウザーとかで音を鳴らす時のオーディオデバイスそれを選択してください僕の方でもこんなにたくさんのオーディオデバイスがあるわけですけれども Windows の音を鳴らしているのはこの一番上の USB2.0 デバイスとかこういうのだと思いますし ノートパソコンの人とかは、このリアルテックオーディオという、こういうのを使っている方もおられるでしょう。何せ YouTube の音とかを鳴らしている、もしくはメディアプレイヤーを鳴らしているデバイスを選択してください。これが重要です。そしてもう一個設定してほしいところがあるんですね。それは、このディスプレイと書いたところです。ここでですね、 メーターレンジというのがありますよね。プラス9スケールというのが初期値になっています。そうしますとですね、この測るところの3段目が重要なんですけれども、これマイナス14までしかないですよね。いわゆる YouTube のこれがちょうどいいぐらいのところのメーターしかなくって、それより上が見えないんです。ここマイナス14ですよね。これを このディスプレイのところで EBU プラス9というのを EBU プラス18スケールこれに直してほしいんですそうしましたらメーターがはいこのようにマイナス 5LKFS ここまで測れるようになるわけですそうしましてこれどうやって測るかということなんですけれどもこれは先ほど有料でご紹介しました エクスポーズ2よりもっと優秀です。なぜなら、あれは WAV もしくは MP3 という音楽ファイルしか測れませんでしたけれども、これはですね、動画でも何でも測れるんです。いわゆるメディアプレイヤーで音が鳴らせたらいいわけです。じゃあ、これメンバーさんの新しい音楽です。これをダブルクリックします。はい、そうしましたら、このように プレイヤーが立ち上がります。僕は動画のプレイヤーには VLC メディアプレイヤーとか使ってるんですけれども、これはどんなプレイヤーでもいいです。Windows メディアプレイヤーでもいいですし、何せ音が鳴らせて動画が再生できたらいいわけです。じゃあ、これを再生をして、真ん中の下にあるこのボタンを押すと測ってくれるんです。じゃあ、再生しますね。 押しますはい測った時のこの数字をですね覚えておかないと 今止めたらですねここがなくなりましたもう一度やってみますはいだいたい14 13これぐらいになっていますよね はい。これでいいということになります。ですから、これはエクスポーズと違って記憶をしてくれたりしません。でも、出来上がった動画のコンテンツで測れるので、これはとっても便利です。僕は今までクリエイターズメンバーさんが送ってくれた動画をですね、エクスポーズで測ったりしようとしたらですね、まずは WAV ファイルに変換したりしながら測ってたんです。でもですね、これは 再生するだけでパパッと見れてですね、大体13かな、14かな、まあ、あの、きっちりしたのはですね、記録できないというところもありますので、そしてまた測る場所ですね、測る場所も一番ここがサビだろうと思うような音圧が高そうなところで測るのが一番理想なんですけれども、そのようにやらないといけないということはありますけれども、 今のように手軽に測れるので、これで動画で測ってですね、そして僕のところに作品を送ってもらうとすれば、もうバッチリになるわけです。このオーバンラウドネスメーターは、そういう面ではとってもよくできていると思いますので、無料ですから、ぜひ使ってみましょう。そしてもう一度念を押しますけれども、 この頃はスノー AI やユーディオでどんどん便利に音楽が作れるようになってきています。でもですね、交通規則があるようにスピード違反をしたらダメです。スピード違反をしたらもう上から押さえつけるように YouTube がですね、それはダメだということでブレーキをかけるんです。そして13もしくは14あたりに押さえ込んでしまうわけですね。 そしたら、自分の思ってた音質と違ったりするので是非皆さんですねこのラウドネスというのはきっちり測ってですねそうですね、まあ、最高で 12. 点いくら、えー、最低低い方で15.5ぐらいもしくは14ぐらいそれぐらいの数値で音楽を作るようにしてみてください。 その音圧を調整するのには、コンプレッサーであったり、もしくは、まあ、アウトプットのゲインであったり、インプットのゲインだったり、いろんなものが総合して、最終のラウドネスというのは決まるんです。もちろん、そちらも勉強しないとですね、これで低かった、じゃあどうするのとなるとですね、どうやって上げるかというのを考えていかないといけませんよね。ですから、 マスタリングの勉強というのも一つなんですが、まずは今日はこの測るというのを覚えてください。ぜひこれだけは交通違反のないように頑張ってチャレンジしてみてください。では今日もお話聞いていただいてありがとうございます。チャンネル登録などもしていただいて、もうじきまた1万1000人になると思いますけれども、応援していただいたら励みになりますのでよろしくお願いします。 まったねー。